アッパレの時間です。よろしくお願いします。11月ですよ、はい、今年もあと2ヶ月や、10月に入った時もあと3ヶ月ひーって言った気がしますけど、やっぱり増刊号あって、はい、一週休みあって、はい、会うのも久々だからもうすぐ1ヶ月経っちゃってね。そうですね、もううん、2週間空いた、そうかそうか、そうですね、うん、はい、でも今日も天気いいし、小春日和でもう、はい、いつまで経ってもセーター出さないでしょ。中まだ半袖ですよね。いやもう今半袖でもいいぐらい、うんうんうん、ね、日差しが暖かいです、うん、なんか今日は素敵なコーヒー持ってきてくれそうな、お気づきですか、雰囲気じゃないですか。あのですね、また しても、うん、あの祖母からの服のお下がりシリーズ。そうなんだ。そうです。あ、いいじゃん。なんかあの前回は本格的にもらったんですよ、はあ、今回に関してはまだ現役で着てる服をレンタルしました。サイズぴったりなんじゃないでしょ。なんか可愛くないですか、色がね、ちょっとレトロで今っぽいというか、わかるわかる、昭和レトロな、はい、そうなんですよ、うん、なんでこれはもうね、素敵、そう、80を超えたばあちゃんが着てる服です、うん、兄弟でね、なんかこう服変えるとか聞いたことあるけど、はい、うん、おばあちゃんとね、祖母と交換し合ってるんで。いいじゃないですか、はい、そうなんでございます、ね、はい、さあさあ、そんな今日はこちらでございます。ズン、綾瀬市です。はい、綾瀬市、神奈川県の、はい、まあ、ほぼ中央に位置しておりまして、うん、まあ、映画やドラマのロケ地として今注目を集めている場所でもあります、そうなんですね、はい、今はちょうど公園の前かな、はい、うん、風車風車、どっちだと思います。いや、コンパじゃないんだからどっちだと思いますじゃないのよ。風車、風車、はい、風車公園、風車公園です、はい、で、ね、まあ、今この場所が、はい、風車公園この辺りですね、うん、はい、なんですけど、はい、この風車公園が昔このトピー工業っていうタイヤのホイールなんかを作ってる、うん、この工場のグラウンドだった場所に17年ほど前にできた公園だそうで、はい、今日キッズがいっぱい遊んで結構立派な遊具ありますね、うん、そうですね、これは楽しいわ。風車っぽさもね、遊具の上にあの、あ、本当だ本当だ、はい、ついてるんですよ、風車が、ついてるついてる、はい、風車公園だ、風車公園、本当その通り、うん、はい、で今日はランチが、ランチがサンド、バーガー、バーガーブラジルパンっぽいですね、ブラジルの国旗もついております。おお、楽しみ、はい、なんで今日は綾瀬の中でも、うん、北部の方を回っていきます。え、はい、ありがとうございます。今日はね、ここでまずメッセージを、メッセージ、はい、ご紹介したいと思います。はい、はい、TVK 編成部副部長の高橋さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。風車公園は以前トピーグランドという広場でした、うん、日が暮れるまで野球やサッカーをして遊んでいましたね、うん、綾瀬の魅力は市内各地域ごとに独特の文化があることです。ちなみにそこからすぐ近くにあるパレドモンパルは、うん、昔モンパルナスと言っていた気がしますが、地元では誕生日祝いなどで必ず買いに行くほどの人気店です。ぜひ行ってみてくださいと。これね、高橋さんという方、うん、綾瀬が地元で30年以上この辺で過ごした、本当にもうここが地元らしいです、お家もね、歩いて本当に数分の場所らしくて、もう一般人としてメールくれたんですね、はい、本当に視聴者のようなメールをくれました。で、まあ、高橋さんどんな方か気になると思うので似顔絵描いてまいりました。はい、ちょっとね、おひげがあるワイルドな感じの方なんです。いそうですね。え、本当にちょっとなんかだんだん画力上がってません？似てますよね。あ、似てます。みんなみんなうなずいてる。似てる、そっくり、そっくり、はい、あ、そうなんだ。ちょっと渋おじさんでございます。おい、かっこいいひげも生えてて、はい、ちょっといつか本物見たら見比べてください、ね、見比べたい、はい、でもありがとうございます。パレドモンパル、うん、っていうとこですか、行ってみましょうかね。行ってみましょうか、早速、はい、うん、それじゃあ行きますよ、はい、やっぱり神奈川大行進スタート、一緒にスタートしますね。パレドモンパル行きましょうかね。移動してきましたよ。はい、先ほどいた場所からね、はい、まだ本当にちょっとしか、あ、ごめん、はいはい、隠します、一旦隠しますね、はい、風車公園から歩いて本当に 2,3 分、うん、この辺り今歩いてまして、はい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 、
パレドモンパルさんに向かっているところでございます。パレドモンパルさん、はい、ありがとうございました。高橋さん、はい、今ね歩いてきた道は、うん、高橋さんの思い出ロードと呼んでいるらしいです。あ、勝手にね、そう勝手にそういう名前がついてるわけではないんだ、はい、思い出ロードと呼んでいるらしい。なんかせっかくね、うん、懐かしい場所って言うんで、まあ、一緒に連れて行こうかなと思って、お店も。ああ、はい、なるほどね。もうあちらですよね。それか、うん、パレドモンパルさん、いや、いい雰囲気ですね、看板も。なんでこう赤いカーテン、ね、なんだろう、あのビニールシートのような赤いのバーッとかかってますね。まだオープンしてないってことなのかな。してないんですかね。でも中は明るいですもんね。明るいっぽい。でも看板の字体とかが、うん、こう昔からある。そう、わかる。昔の時代でね、うん、変えてないんだよ、うん、これなんかバラのね、絵のデザインとかも、あ、そう、本当だ、ちょっとレトロな感じがいいですよね。ベルサイユのバラとかでこういう表紙あったような気がする。はいはいはい、はい、さあどうでしょう、行ってみますか。あ、やってますね、大丈夫。あ、やってる、はい、すいません、やっぱり神奈川大行進と申します。お邪魔します。お邪魔します。すいません。わ、あ、いい甘い香りありがとうございます。懐かしい雰囲気のそうなんですねお店ですね。いや、ありがとうございます。ケーキが、え、ちょっと安くないですか。そうなんです、すごいお値段抑えめで頑張ってます。そうですか、はい、今ね、500円とか超えますもんね。そう、大変でしょ、だって今、はい、そうなんですよ、いろいろ安とかなんとかね、はい、上がってますのでね。こんなに種類作って、はい、たくさんありますので、もうモンブランの、はい、和栗のモンブランも最高じゃない、この時期。比較的モンブランとボヌールは午前中で売り切れてしまうこともあるぐらい、ね、あのチョコレートの、はい、これかですね、はい、うわ、美味しそう、はい、ちなみにお店って何年ぐらいやってるんですか。はい、今創業44年になりまして、次の12月で45年になるところでございます。いや、それはすごい、はい、あのちょっと伺いたいんですけど、はい、この顔に見覚えってありますか。操作してるみたいで決して悪いことした人ではないんですけど、ちょっと存じ上げないです。あの、もうこのティブ家の社員なんですけれども、はい、あ、はい、ここが地元で、はい、小さい頃からここのケーキを食べて育ったという高橋というものなんですけども、高橋さん、はい、その方によくこちらにもいらっしゃっていただいてみたいですね。そうです、ショートケーキがおすすめって言ってました。ショートケーキも人気がございます。そっか、はい、覚えられてはなかったか。すいません、見たことあるって言ったら相当の画力ですよ。そうですね、画力の問題もあったかもしれない。でもちょっと今度あのぜひよろしければ名乗っていただけると。あの絵の写真ね、高橋です。あ、この顔にピンときたらっていうね。ピンとは来ると思うので、ぜひこの顔にピンときたら、はい、はい、よろしく。あの、本当に真面目に働いてるのに何も悪いことはしてないですけども。すいません、すごい、ね、焼き菓子も、うん、焼き菓子もいっぱいあって、こんだけ、はい、後ろにね、キッチンのようなもの見えますけど、はい、そうですね、はい、後ろが全部あの作ってるんですか。はい、作っております。バターで中で、はい、これ忙しそうに皆さん作ってらっしゃる。何時ぐらいからやってるんですか、こんだけ種類作るって。そうですね、結構あの朝早くからやはり作業して、夜遅くまでずっと、はい、焼き菓子なども全部焼いてるので、はい、時間はかかるんですけども、はい、焼いてます。はい、作ってる方ってお話伺える方っていらっしゃいます。忙しいですか。ちょっとお待ちください。はい、作ってる方でお話しされる方いらっしゃいますか。ケーキ屋さんって大変いいじゃん、時期でマスカットタルトなんていいじゃない、プルーンが4つも入ってて、うん、本当だ。大丈夫、揉めてる、大丈夫ですか。ダメだよ、大丈夫ですか。忙しいですか。忙しかったら無理なさらないでください。ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、もう大丈夫です。嘘です。そうおっしゃらず、すみません、あの2代目の2代目で、はい、でもあの我々も情報をね、もらいまして、はい、綾瀬でケーキといえばこの店だっていう、そんなことはないと思うんですけど、まさかこの似顔絵にはこの顔は分かりますか。見覚えは分かんない。高橋さん分かんないそうです。すみません、分かんない。あの、ね、ここが地元でね、このお店を紹介してくれた人なんです。あ、そうなんですか。そうなんですよ。いや、分かんない。でもおすすめで
でしょうね、ケーキなんかも。あと上の焼き菓子ね、うん、そうですね、こちら綾瀬の名産品にも選ばれている、うん、あのサブレになりまして、バラの形と豚の形でご用意してまして、うん、バラは綾瀬市の市のお花に選ばれているので、お花と、あと高座豚が名産なので豚の形で2種類ご用意しています。かわいいですね、はい、こういうのも2代目がやっぱり、あのそれは初代の時、初代の時から、はい、だから多分40年くらいは、あの前からはあると思うんですね。そのお店ができた頃からの商品ってことですね、いただきます、サブレ。いいですか、以上いただいて。あ、どうぞどうぞ、はい、ありがとうございます。味が、はい、4種類ありまして、はい、アーモンド、はい、くるみ、ミルクと、はい、チーズになってまして、形は2種類になります。あきらさん、お好きなの、はい、2代目どれ好きですか。僕はくるみかな。くるみ、じゃあ私くるみいただきます、はい、ありがとうございます。この豚の鼻のところが、はい、あの残してうちの息子なんかを食べて、食べ方もいろいろ。どれがおすすめですか。私はアーモンド。じゃあアーモンドをいただきます。はい、すいません、いただきます。形もいや、はい、こういうのもやっぱり朝早くからでしょ。サブリ焼くのは昼間なんですけど、うんうん、でも毎日あの一番強いね、はい、いい香り全部出しちゃおう。あ、かわいい、かわいい、かわいい。ブー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 、いただくブー。うっすら、うっすら、うっすら笑っていただきました。そう、こちらはこちらバラでね、かわいいし、アーモンド味です。いただきます。はい、いただきます。うん、おいしい。ほのかな甘さと香ばしい、うん、この焼いた香り。なんか結構最初サクサクですけど、だんだんしっとり感もある。うん、うん、美味しい。ありがとうございます。うわ、移動してます。はい、あったかいお店でした ね、 ね、はい。ということで、先ほどここからずずずずずっと歩いてきまして、はい、今この辺りかな、はあはあ、はい、歩いております。この道をね、ずっと来てますよ、うん、今日車通り多いですね。そうですね、2週間ロケ休みでしたけど、あきらさん、その間何かありました。いや、まあ日々ね、いろいろ頑張ってましたけど、はい、1個ね、はい、以前、はい、ゼニアライ弁天様で進ませていただきましたよね、1万円札をね、はいはい、私あれで、はい、ハロウィンジャム買いました。ありがとうございます。決まりました。ありがとうございます。まだこの今撮ってる時点では結果出てないですけど、うん、出てないですよね。でも放送してるあたりにはもしかしたら、億万長者に。そうですね、あのいっぱいクロムハーツつけてきたらそうだなと思ってください。アキラさんってお金持ちになったらここに出るんですか。クロムハーツ最近の方がすごいジャラジャラしてるなと思ったら、じゃないんだ、そうだと思ってください。はいはい、あ、わかりました。お、なんだ、元気な声が。ね、なんか旗もすごい。メダカ？メダカの国のアリス。メダカの。急に民家の中にこんなに綺麗な。綺麗なメダカ。メダカの写真って書いてますよ。ね、販売中。あ、なんか縁日。あ、すごい。こんにちは。あ、来た。こんにちは。どうしたんですか。メダコ。はい。今皆さん何されてるんですか。メダカすくいです。メダカすくい。はい。金魚じゃなく。あ、本当だ。本当だ、いっぱいいる。いっぱいメダカいるね。ちっちゃい。え、どう、みんなすくえてる？みんなすくえてる？夢中かな。どう、楽しい？皆さんの声が届いてない、届いてないな。なるほど。すごい。いや、ああ惜しい。ああ惜しい惜しい惜しい。でもいっぱいすくえてるじゃない。4匹くらいすくえてる。これいっぱい種類もいろんなの入ってます、うんうん、色もバラバラですね。すごい。いや、うん、ここ自体がもう販売してる場所、お店ってことですか。そうですね、家兼でやっちゃってますね。ご自宅兼で。ちょっと、うん、一回やらせてもらった。待って、すくえてるすくえてるすくえてる。ほら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 、いいの。うわ、お嬢ちゃんありがとう。
ありがとう。いいの取れました。これね、メダカ用っていうのはないんですよ。はい、金魚用なんです。いわゆる金魚用なんですか。なかなか破けないんです。はい、だから取れるはずなんです。そうなんですね。お願いします。あ、じゃあ、はい、あきらさんも。ちょっと開けてくれる？あ、ごめんね。ちょっとやってみようか。一緒にやろうか。うんうん、一緒にやろう、うんうん、金魚すくいなんて いつ何年ぶりだろう。もうすくえたらそのバケツに入れちゃってください。はい、はい、これですね。やっていい、やっていい。じゃあキラさん、あ、結構取った。取ったすごい。あ、早い。ちょっと待って、すごい早いんですけど。メダカがね、上に来るまで待ってください。メダカが上に来るまで待って。なかなか破けないので沈めといて、メダカが上の来てきた時にすくってくれれば。やばい、放送時間終わっちゃう。ああ全然来ない。あなたも撮るよ。撮る？撮る？ああ、ダメだ、全然ダメ。はい、いや、難しいですよ、これ。難しい。もう声上げてるのがすごい。すごい。撮れた。やるじゃん。撮れた。大拍手、ありがとうございます。スタンディングオベーション、ありがとうございます。こんな拍手を浴びるなんて、ありがとうございます。もしよかったら、その販売所といいますか、はい、お店を見せていただけますか。はい、どうぞ。ありがとうございます。いや、よく作ったね。いいね、みんな楽しいね、これは。これ楽しいね。でも、あの、待つっていうの分かりました。なるほど。やっぱ、ちょろっと来ますね。追っちゃダメなんだ。はい、追っちゃダメですね。なるほどね、はい。じゃあ案内します。はい、ありがとうございます。いや、でも確かにここ普通のちょっと狭いんですけど、ね、ご自宅ですね。ご自宅のお庭を通っていくのかな。わ、すっかりお庭だ。あ、すごい。失礼します。本当に人の家にお邪魔する感じ。ね、わあ、すごい。え？水槽の数が。わあ、これ全部メダカですか？そうですね。何匹ぐらいいるんですか？今こう40種類以上はいます。40種類何匹なんて引数まで分かんないですよね、きっとね。ちょっと分かんないですね。え、しかもこの見たことないような、ちょっと薄青っぽいような、銀色っぽいっていうのかな。これなんていう魚なんですか？マリアージュキッシングワイドフィン、エメラルドフィンスですよ。これが一番よく売れます。ちょっと一回聞いただけですね。フィンが2回出てきたのは分かりました。みんなのさん、あの、省略されてエメキンってよく言われます。エメキン、だいぶ訳しましたね。これ結構珍しい種類なんですか？そうですね、エメキンは。もう古い方ではありますけど、うんうん、まだまだ。じゃあもうこのメダカの販売でご自宅兼でもうずっとお仕事されてるってことなんですか？そうですね。まあ、あの、ここは副業なんですけど、はあ、僕はもうトラックのドライバーで、あの、メインではやってるんですよ。はい、そうですか。じゃあそのトラック運転するお仕事の合間というか、はい、そのお休みの時にこっちを、はい、うわ、休む暇ないんじゃないですか？まあ、奥さんがほとんどやっていただいてるので。元からメダカには興味があったんですか？でもメダカ2年前ですね。おじが、親戚のおじがやってて、はい、2種類ほどいただいて、はい、で本格的にやったのは今年からです。今年からでこんなに、はい、こんなに才能めちゃくちゃあるじゃないですか。いやそうなんだ。もうショップとしてやったのはもう8月からです。8月から、はい、じゃあまだ数ヶ月前ですか？数ヶ月。じゃあまだまだ地元の方でも知らない方も多いですか？そうですね、そうですね。8、9、10でまだ3ヶ月。かわいい。水色キラキラしてる。もう見ただけで、ああ、これはなんとかだなとか分かるもんですか？大体分かるんですけどね。大体分かる。ただラメのギラギラしたやつは混ざっちゃうと分かんないですね。なるほどね。この香水槽は何ですか？これはドクターフィッシュです。ドクターフィッシュ。はい。ドクターフィッシュってなんか足に入れて、これも飼ってるというか、はい、売ってるというか、体験でやらせてもらってます。ちょっとやります？体験します。やらせてもらいます。やらせていいですか？いいですよ。ありがとうございます。やりましょうか。これ私初めてやりますけど、いっぱい来たら来たで足汚いってことになります。足が臭い人には一番寄ってくるそうです。やばいぞ。いや、やだね。やだ。さっきはね、はい、
救う方では私負けましたけど、はい、いや私ここ負けたい、負けたいな、ここも負けたいですね、ここ負けたいな。気温がねちょっと低いからね、寄ってきてくれるかわからないんですけど、これも両足入れていいんですか。あ、いいですよ。じゃあ行きますよ。じゃあね、あ、一緒に入れますか。そうですね、行きますよ。行きましょう、せーの。あ、冷たい。あ、全然来ない。あ、全然来なくて嬉しい自分がいます。あ、ちょっと待って、あ、様子を伺ってます。どっちの足が浮かした方がいいですよ。浮かす。あ、ごめん、はい、ちょっと、あ、来てない。来てます。来てます。私全く来てないです。すごい来てます。やったー。え、何ですか。そして何ですか。フィリピンの甘いやつで。フィリピンの甘いお菓子。あ、奥様の地元の。奥さんがフィリピン人なんですよ。はい、そうですか。何、お米。そうです、お米で。もち米で、もち米で。ココナッツ入ってます。甘いココナッツ。はい、すごい。じゃあ日本でいう、なんだろう、そのおはぎとか、はいはいはい、そういうようなイメージなのかな。はい、え、ああ、すごい。よくわかります、よくわかりますね。すごくわかります、その感覚。私一匹も来てない。嬉しい。悔しい。めちゃくちゃ来てます。やったー。ほんと来ません。おいしい。あ、おいしい。おあきらさんのすごい来てる。すごい。ココナッツっぽい。恥ずかしい。ランチに向かってます。はい、はい、ランチはですね、うん、ブラジルの国旗があったと思うんですけれども、今この県道入ってきて、うんうん、この辺り歩いてるのかな。じゃあ、そうですね、あっちの奥が県道ですね、はい、今トラックも通りましたけど、うんうんうん、はい、という辺りにやってきました。ブラジルのご飯ね、うん、あ、これかな。ブラジルエクスプレスってありますね。絶対そうでしょうね。この辺でブラジルかあるのはこの看板だけですもんね、はい、この建物ってことかな。このラテンヤマトっていう方に向かっていいってことなのかな。ここでもちょっと日本風すぎるな。そうですね、ちょっと違いますね、感じしますね、うんうんうん、え、全然ないぞ、全然ないぞ。あんまり私たちやっぱり迷子になったことないですけど、迷子かな。え、絶対違いますもんね、この辺。この民家の一つのどれかがそうってことなのかな。ピンポンみたいな感じですか。ピンポンみたいなこと。ちょっと、あきらさんが。ちょっとブラジル感ないですか。ないですよね、はい、絶対ブラジルじゃないもん。あ、でもこのトラックちょっとなんか、このトラックちょっと、あ、ブラジル感ない。海外だこれは。あ、書いてます、ブラジルエクスプレス。あ、これだこれだ。これ何、オウム、オウムかな。これは日本にはないですね。南米ですね。これは南米だ、ね、あ、これだ。いました、同じオウムが。お、いたいた。ブラジルのユニフォームの色みたいなオウムがいますよ、ね、これちょっと見つけられないかも。あ、こんにちは、あっぱれかなわ大御神です。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、ちょっとあそこから迷っちゃいましてね。あ、ちょっと見つかりにくいですね。はい、すごい。どうぞ。あ、もう国旗もあって、わー、こういうことか。これか、私ランチってこれですね。これだ。はい、すごいすごい。なんだ、トゥード、うん、チーズトゥードトゥード、どういうことですか。これあの X でチーズっていうことなんですか。そうです、はい。あとトゥードは、全て、全て、全て、はい、はい、じゃあチーズ全部入りみたいなことですか、はい、意味合いは、はい、そうです、はい。確かにめちゃくちゃまずいですもんね。全部入ってる厚さをしてる。これ一口じゃ絶対全部食べられない厚さ、うん、え、でもここ今ランチでお邪魔しましたけど、お店でもあるスーパーみたいな感じになってるんですか。そうです、奥の方はお店になってます。先に見せてもらいます。ちょっと面白い、はい、いいですか。どうぞ。あ、これ日用品の石鹸とか、はいはいはい、シャンプーとか、シャンプーとかクリーム、はい、この辺はお店で作ってらっしゃるんですか。あ、そうです、はい、なんて読むんですか。あの、バウル、バウル、はい、パンですか。はい、チーズとハムとトマト、オレガノ、はい、美味しそう、はい、美味しそう。中に入ってるのもなんか
ピザみたいな。そうですね。ことですもんね。はいはい、まあ、絶対美味しいじゃん。でも気になるな。気になる。もうなんか外国のスーパーに来た感じ。前にあのペルーのあ、相川でね行きましたよね。ちょっと同じ雰囲気ありますよね。ありますあります。陳列の仕方とか雰囲気とか、うんうんうん、やっぱカラフルなんだよな。いや、そうそう、絵がね、うん、もう ご主人は日本は長いんですか。もともと日本の方ですか。いや、生まれはブラジルです、ね、ブラジルで、はい、もうどれぐらいなんですか、日本にいて。もう32年ぐらい。32年、はい、そう。どうして日本に来たんですか。最初はあの稼ぐためにお金を。お仕事で、はいはい。3年いるつもりだったんですけど、うん、伸びてしまった。伸びてだいぶ伸びましたね。そうですね。すごいですね、30年、3年が、はい、そうですね、はい。じゃあもう自分でお店やって、はい、じゃ地元の方とかね、いろんな方が集まる場所になりますもんね。そうですね。そっか、うまいぞ。いや、下手です。かわいらしい。これなんですか、気になります。このボックスケーキ、年末でよく食べるケーキですね。年末でブラジルで。こちらはブラジル製品ですね、はい、こちらペルーの製品です。違うんですね、はい。じゃあその年末を日本でいう大晦日だったり、うん、クリスマスだったり、そうです、そういう時に食べる。そうです、はい。面白い。でも綾瀬って、うん、その外国人の方が市内に4000人以上住んでて、はい、でその人口に占める外国人の比率が県内の市町村で3位になるぐらい外国の方が多いっていう。あ、多いですね、はい。そういうのも背景なんですかね、こうやってお店開かれてるのは、はいはい、そうですね、はい。こっちも見てみますか。すごいよ。やっぱりお客さんとして来るのはブラジルの方が多いんですか。ブラジルとペルーの方が多いですね。へ、日本の方ってどれくらい来るんですか。まだ 10% までいかないですね。いかないぐらい、はい。だからもっと来てほしいです ね。もっと来てほしい、ね。はい、いいですもんね、はい、入ってね。前もあったようにね、インカコーラ、南米といえばね。はいはい。ちょっとこの後ろのソーセージもぶっといですよ、これ。あ、これいいじゃないの。ちょっと開けましょうか。開けてもいいですか。大丈夫です。ありがとうございます、はい。これ今日本でキャンプとかいろいろ流行ってますけど、これ一発持ってったら。本当だ。これはいいでしょうよ。何ですかこれ。赤っ。赤っ。ホットドッグ用の。ホットドッグ用。はい、はい。見ないな、ね、日本のスーパーでは。そう、見ないね。うん、パワフルだもの、ちょっと楽しいんですけど。こっちもねじ、ぐるぐるのねじっちゃって、あ、鍋式ぐらいでっかい、はい。ブラジルでバーベキューよく使います。そうですか、はいはい。やっぱブラジルの方もバーベキュー好きなんですか。あ、好きです。海外の人好きですもんね、バーベキューね、はいはい。そうかそうか。わ、これまた随分カラフルな、うん、これはこれ何ですか。あ、こちら、家庭の掃除するときに使います。洗剤とか、はい、お掃除。そうかそうかそうか。洗濯用の洗剤もあります。かわいい。かわいい。普通の洗剤もあって、いい色合い。こっちはなんかカラフル。冷凍食品も面白い。これ何ですか、はい、この、ま、丸いの何ですか。パンデケージョです。ん、パンデケージョ、パンデケージョ、チーズのパンです。パンデケージョ、はいはい、聞いたことある。はい、ああ冷凍物持ってるんだ、はい。お店でこれはよく売れるんだよなみたいなのって何ですか。まあ、やっぱりフェイジョアだとコーヒーですね。フェイジョアって何でしたっけ。この黒豆と豚肉の煮込みです。この缶詰、はい、フェイジョアだ、はい。もうこれ温めれば、はい、そのまま召し上がります、スープとして、はい。缶もな、カラフルで可愛い。可愛い。インテリアとして並べたくなっちゃいます、これ使った後に。ね。うわ。でもこういうブラジルの缶詰とか食品とかいっぱいありますけど、はい、日本の料理とかも食べられます？あ、もちろん。何が一番好きですか？お寿司。お寿司。はい、お寿司。やっぱり寿司好きなんだ。はい、アキラさんも一番お寿司が好きなんですよ。そうですか。違いますね。はい。待ってます、はい、はい。ただドリンクだけはもう出していただいて。出していただいてね。わかんないんですよね、これが何か、ね。
地元で甘い香りはするんですけど、うん、有名なジュースなのかな、はい、ちょっと待ってる間、はい、ここでメールを紹介しましょう。はい、はい、いつも皆さんメールやおはがきありがとうございます。兵庫県の福田さんからです。兵庫県から、もともと神奈川にいた方なんですかね、うん、はい、海プロ級が終わりましたが、川崎市の放送を見て私から問題です。アボカドは野菜でしょうか果物でしょうか。これもうめちゃくちゃシンプルな質問。あっぱれはクイズがつきものの番組になったんですか。ねえ、もう見てる人たちがちょっとクイズないと物足んないなってなってるのかな、うん、アボカドだって飲みましたからね。アボカド、どっちだろう、果物か野菜か。じゃあせーのドンで言いますか。いますせーの、野菜。割れました。どっちだっけ、野菜、果物、野菜じゃないか、果物なのかな、あれ。正解は、はい、果物です。イエーイ、やっぱ海プロでも私の方が勝率良かったんで。当てるわ、クイズ。クイズ女王じゃない。クイズ女王役立つかな、このあっぱれのクイズ。あれ、果物が木になるのか、果実。そういうことですよね。そうかそうかそうか、どういうふうに実るかっていうところですね。確かに確かに、野菜ってね、その年だけって言いますもんね、種から出てね。おー、来た来た、お待たせしました。なんだこれ。いちぼステーキ。いちぼステーキ、これ一人前、一人分。そうです、一人前です。ちょっと2枚ついてますよ。すげえ。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。ポテトもご飯もついて。はい、ご飯もしかもこれ、なんて言うんでしょう、うん、これ細いお米。あ、うんうんうん、タイ米です。タイ米ね、タイ米、タイ米。ブラジルの方もご飯で食べるんですか、ライス。はい、ライスです。あ、ライス食べるんですか。はい、これはいわゆる牛肉、ビーフ。牛肉、はい。うわー、すごい。どうぞどうぞ。いただき、いいのかな。俺、ごめんなさい、俺完全にバーガー出てくると思ってたから。そうですよね。これはすごいや。お待たせしました。はい。あ、なるほど。これがね、違うのがあるんだ。ありがとうございます。いただきます。おお、私がこれが、あ、本当に全部入ってる。パンがちょっと大きいのかな。テュード。テュード。本当でかいですね。そこに、そちらに置いてあるパンがこのパンですか。そうです。はい。あ、そっかそっか。じゃあ自分でお家で買って、ご飯で食べられるんですね。うんうん、はい、できます。横長なんだ。いやすごい、いや分厚いよこれ。これ2枚もついて、いやまさかステーキ出てくると思わなかったから、はい、いただきます。はい、うん、うん、あ、おいしい。肉強い。じゃあ私もいただきます。これ多分全部は口に入らないかな。うわ、私ブラジル行ったことないんですけど、ブラジルの味がします。南米の味がする。本当にお肉がソースとかお肉とか、ガツンときます。おいしい。うん、昨日ね、ステーキはあれですよね、ちょっと醤油ベースのタレでいいんですよね、違います。あ、ただ塩だけ。あ、塩シンプルに、はい、全然違った。普通の塩じゃなくて、まあちょっとお持ちします。いや、なんかね、ちょっと醤油みたいなコクもあるんですよ。でも普通の塩じゃないっていうところ、日本のと違うんですかね。すごい探してくださってる。じゃあここで使われているものは買えるんですね。なるほど。こちらの塩ですね。あ、本当だ。ちょっと粗いですね。あ、本当だ。なんか岩塩みたいな。岩塩です。はい。岩塩。はい。わ、すごいわ。これ使うと、本当の肉の味。肉の味。はい。肉の甘みもあるし、はい、塩味もあるし、本当にお醤油のようなちょっとコクみたいなのもあるし。はい。そして気になる、こちらの飲み物は何という飲み物ですか。カシュージュース。カシュージュース。カシュージュース。はい。カシューって何ですか。この果物です。あ、どれ。あるんですね。あります。
あ、こちらです。柿みたいな。はい、カシュー。こちらはカシューナッツ。でも、こちらはカシューナッツ。はい、いわゆるあの我々がよく食べる。おつまみで食べる。はい、そうです。だけど、重曹はこちらでできます。あれって果物のちょこんってついてるところなんですか？はい。初めて知った。で、その身の部分が。身の部分がこれなんだ。そうです。知らない。向こうの、ブラジルの方は身も食べるし、うん、上のそのナッツの部分も食べるしってことなんですか？そうですね。初めて知った。なまった。なまってませんでした？岩手みたいななまりでした。いただきます。はい、うん、あ、爽やか。なんだ、クリーミーな感じ。ちょっとミルキーな。ミルキーな。うん、うんうん、食べたことない、飲んだことない。いや、本当そう。うん、初めて。アキラ初めてです。これ何に近いんだろう。うん、いや、美味しかったね。美味しかったですね。いい店でしたね。いい店でございました。うん、で、私たち今こちらお店から県道の方に戻って歩いてる途中の道ですね。はい、うんうんうん、本当に今日歩いて行ける範囲でしたね。うん、なんかすごくいい。うんうんうん、またでもあの細い路地の奥によく見つけましたね、はい、ブラジルのお店をね。路地の奥はチェックしないといけない。そう。お、なんか看板じゃん。看板あるじゃん。やっぱ路地の奥ってチェックすべき。やっぱりこういうところは行かないから普段。ちょっと行ってみますか。何の看板ですか。さっきもこんな感じで、ね、民家の間には入り込んでいきましたから我々。なドレスロザリウム。ドレスロザリウム。デザインルーム。ご試着室。日本家屋にお勧めください。事務室に行けばいいのかな。うん、オフィス。洋風家屋。ここかな。あ、でもほら和風の。あ、本当だ。お家と洋風なお家が、うん、ここだ。うん、あ、見てください、アキラさん、カシュカキです。これはカシュじゃないです。カシュじゃないですか。うん、これカキです。でもさっきこういう感じでしたよね、カシュって。あれ上ナッツになってないから。なってないか。これはカキか。これカキです。日本のカキでした。うん、秋だね。秋ですね。あ、同じ感もある。あ、ありましたね。うんうん。ドレスのお店なんですかね。ドレスロザリウム、ね。ロザリウムってなんか、うん、アクアリウムみたいな言葉なのかな。近藤さんのお宅ですね。うん、すいません、やっぱり神奈川大根新と申します。すいません、今ちょっと表の看板を見てですね、あ、はい、なんかご試着室とか事務所って書いてあったんで、はい、こちらは何かお店なんですか？人とドールのお揃い服を作っているアトリエになります。うん、人とドール一緒のものを作ってる。はい。今全く同じことを繰り返しました。作ってらっしゃる方ですか？はい、作っております。すごい。もう いわゆるご自宅の中で作って、はいはい、作って試着はこの日本風の書いてましたね、看板に。はいはい、こっちでちょっとどうにか見せていただけたりしますか？あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。すみません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、もうずっとやられてるんですか、このお洋服作るのは？まだ、衣装を作り始めては18年ぐらい。あ、もう長いんだ。ドールをやり始めてからは1年半ぐらいなんですよ。それ鉄棒ですか？あ、鉄棒です。あ、私あの 元機械体操部なんです。あ、そうなんです。台車にしますか？ちょっと低いかな。鉄棒あるのに誰も逆上がりできないんですよ。そうなんです。どうぞこちらへ。素敵なお宅。あ、なんか懐かしいのよ。します。どうぞ。カフェがいいですね。ね、シャラシャラシャラ。懐かしいですよね。はい、あ、いいんですか、入っちゃって。ごめんなさい、失礼します。
私たちあのさっきドクターフィッシュで足きれいにしてきたんで、はい、そうなんですね、はい、とてもきれいな足で、はい、そうなんですね。めちゃくちゃ私撮ってもらったんで。そうなんですね、はい、アキラさんにばっかり魚群があってどうぞこちらへ。あ、上ですか。はい、はい、上です。まあ、なんか友達の家に来たみたいおちょっと何があるかっていうワクワク感がある階段ですね。いい、素敵な、落ち着く。おえ、もう声出ちゃった。あ、お洋服ってもうこんなドレス？こういうことですか。はい、あ、で、このドールちゃんとこのドレスがお揃いで。そうですね、あの使ってるレースなどが同じで色味を同じにして、で人はすらりとすっきり見えるように、でドールはふんわりちょっと透け感を楽しめるようにちょっと素材を変えて。へえ、綺麗。なんかこのドールちゃん顔すごくこう可愛らしいというかリアルというか。ですね。こういう種類の ドールがあるわけですか。ちょっと大きめな。そうですね。もうすごい細かいですね、この辺の。すごいよ、キラキラのスパンコールも。今おっしゃったようにちょっとね、ふんわりとほっそりと違うっていうと、この同じように見せるのも難しいでしょ、なかなか。そうですね、テクニックがあるからやっぱりこっちお部屋の中にもどうぞこちらもご覧ください。あ、わわわわ、すごいすごい。ここもだ。この薄紫の藤色っていうんですか、素敵な色でかわいい。小さいドールサイズもあって。そうですね。1年半ほど前に、はい、あのコンサートの、あのホールの展示に参加する機会がありまして、でそれまで人の服しか作ってなかったんですが、はい、あの40センチ四方の箱の中に収まる服を作ろうということで、ドレスアトリエの、あの分かりやすくドレスを作ろうということで作ったのがこの小さいドレスになります。じゃあこういうドールが好きな方は、はい、このお洋服着せて、はい、ここであのお写真撮ったりとか。あ、できますね。できるんですか。はいはいはい。それこそこういう、これはこれは人間のお洋服なんですが、人間の服ですよね。で、この人間のお洋服と同じコンセプトで今度はドールに、ブラウスを作りまして。あ、本当だ本当だ、これかこれか、この、はい、こういうことだ。こういうことですね。そうですね、はい、袖の、なんかこのフリルの感じが。そうですね、プリーツの、あ、かわいい。あ、中に絡まって同じになってます。センスありますね。ありがとうございます。すごいな。すごい面白い。スカートもあの同じような袖と同じようなプリーツを6箇所に配置してるんですけれど、はい、ドールはふんわり見えるように、はい、これが人間は人用ですよね。そうですね、人間はすっきり見えるように作っております。あ、同じだ。そう、これ持っても大丈夫ですか。あ、大丈夫です。はい、意外と重いです。あ、本当だ、うん、重い。こういうことだ。こういうことですね。こういうことですね。はい、ほら、いや、でもこのドールが好きな人はたまんないでしょ。だって、ね、お揃いの服着られるんですもの、うん、あのお揃いでお求めいただいているお客様いらっしゃいます。そうですか。はい、そうか。でもそうじゃなくても、あの入り口のちょっとウェディングドレスみたいな、はい、あれすごいですね。ね、あの友人に頼まれて、はい、あのコンセプトカラーを入れて、うん、実は作ったドレスなんですね。このドレスが、コンセプトカラーっていうと、ちょっと紫っぽいスパンコール、ほんのごく淡い紫のスパンコールを少しだけ飛ばしてるんですけどね。ちょっとあの隣のね、バレエやるああいうお衣装とかも、照井さんいけないあれ。このバレエ衣装ですか。ちょっと僕はもうここがもう絶対無理だけど。私もこのお腹が入んないんじゃないかな。お腹どころじゃないですから、もうどんだけ足とか出すんですか。おそろだよ、着替えました。さあ、ドールと一緒ですよ。いや、我々ね、うん、ドールと一緒のお洋服着させてもらいました、はい、お洋服っていうかもうドレスですよ。入りました。あの来ましたというより入りました、
あの2人がかりで、うん、2人がかりと後ろのチャックをあの上げていただいて、なんとか入りました。いいじゃないですか。おそろですね。素敵、これは嬉しいわ。あきらさんもなんか可愛らしい感じでね。これネズミのチュチュの衣装ですけど、はい、うんうんうん、なんかお姫様とネズミの従者みたいなね本当にここでおとぎ話に出てきそうな雰囲気ですよ。そうですね。このネズミちゃんって尻尾あるじゃないですか。尻尾ある。で、アキラさんちょっと後ろ向いてください、うんうん、尻尾ないんですけど、このリボンがあるから、うんうん、それが尻尾みたいな感じになってて、あ、かわいいです。よく考えられてるんだよ、やっぱりね。リンクしてるんですね。これちょっとお揃いで写真撮りたくなる気分わかりますね。わかります本当にちょっと私もお見合い写真としていいじゃない。こでも超えてますよね、これは。おうおう、超えちゃってるけど、もはや結婚みたいになっちゃってるけどいや本当にありがたいです。もういい服を着させていただいてね。証明していただいてありがとうございます。ありがとうございます。すいません、光をね当てていただいておりますありがとうございます。来週の放送はエビなし、はい、エビなし、はい、で再来週が、うん、箱根に参ります。あら、はい、いいじゃないですか。です、昨日箱根ですか、はい、でまあ、箱根なので、うん、スペシャルに行きたいじゃないですか。あら、豪華プレゼントもご用意しております。え、してるんですか。してるんですよ。嬉しいじゃないですか。なんだと思います。なんだろう、なんだと思う。わかんないよ。わかんないか。わかんないよ。わかんないか。楽しみだな。はい、ということで、まあ、温泉もあるのかな。はい、ぜひ海老名も箱根もお楽しみにしていてください。見てね。見てね。お知らせです。現在私と結婚していただける方を募集しております。心当たりのある方、こちらの宛先までよろしくお願いいたします。